と、しょうちゃんの秘密基地へようこそ。ということで、新作出ました。スターバックス、トリートウィズトリックフラペチーノということでね、ハロウィン仕様の芋のフラペチーノが出ました。ということで、まずね、買ってきたので紹介しましょう。トリートウィズトリックフラペチーノではありません。実は先ほど地元のね、スタバに行ってきたら、まあ、現在時刻が9時44分。これからね、この動画編集してすぐ上げるつもりなんですけど、売ってなかった。売ってなかったんすよ。ただね、売ってないのになんで動画撮ってるかっていうと、俺飲んだんだよね、これね。完全に飲んでるんすよ。今日、ちょっとアクレの方でドライブ企画があって、今度上がるんですけど、そっちでね、飲んじゃった、先に。一応感想は軽く言えるっていうのと、後々ね、ドライブスルーの企画が上がるんで、それでスタバを見つけて入った時に、俺、買って飲んでるから、直近の感想をね、知りたい方は、ぜひ、そちらの動画出たら見てください。ということで、まず、トリートウィズトリックフラペチーノの、すごく良かった点なんですけど、味は万人受けかなと思いました。芋っていうよりかは、なんか、すごく甘い、なんていうの、お菓子味の強い味だなっていう感想ですね。あんまり芋味は感じなかったのかな、個人的には。見た目がおしゃれ。周りのね、紫芋ソースがね、結構映えで、結構おしゃれでした。味に対してこうして欲しかったとかも特になくて、紫芋フラペチーノっていう割には、芋味は少なかったなと思います。ただね、すごく美味しいと思ったのでね、その美味しいっていう、その飲んだ瞬間のリアクションとかは、アクレの方の動画を楽しみにしてほしいです。ちょっと今回ね、触れるのが遅くなっちゃって、気づいたら始まってたって感じだったんで、今予告されてる次のね、チョコレートストロベリーフラペチーノ、チョコレートストロベリーなんとかこんとかフラペチーノっていう11月から発売するのがあるんで、それはね、この前みたいなモバイルオーダーとか使ってね、どうにか早く飲んでみたいと思います。ということで、今回はその代わり、スターバックスでは新作が売り切れの時だけ出るコーヒー&クリームフラペチーノっていうのがあるんですよ。購入したので、飲んでレビューしていきたいと思います。もう見るからにね、絶対美味しいと思うんですよ。新作のね、一般的なフラペチーノと違ってコーヒーだから、結構大人の人向けなのかなっていうのが予想。じゃあいただきます。あー、大人の味。缶コーヒーのフラペチーノバージョンっていうぐらいコーヒー味が強いかもしれない。紫芋フラペチーノとどっちが美味しいかって聞かれたら、今回は紫芋フラペチーノの方が美味しいかな、個人的な感想として。あっちの方がね、その万人受けするような甘さ、俺はね、そっちの方が好きだった。これを飲むんだったら、俺だったらコーヒーでいいかなって思います。ただね、コーヒーのあの苦さとか苦手だよ、けどコーヒーの風味は嫌いじゃないよっていう人が飲む分にはすごく美味しい、買って損のないフラペチーノだなと思います。最近やっとスターバックスのそのトッピングをね、積極的にするってことを覚えまして、昔はね、なんかどこかこっぱずかしいっていう感じがあったんで、チョコレートソースなんてもう0円なんでね、まあ物によってはかけた方がお得というか美味しくなるかなと思うんですけど、ちょっとね、昔は抵抗あったんで、僕も一つ大人になったというか、スタバーとして結構一歩成長できたのかなと思います。まあ相変わらずね、僕はスタバのフードだけは疎いというか、キリがないので触れてないんですけど、この前ね、アクレンの企画で食べたら、あのアップルパイがすごく美味しかったから、また食べたいなと思ってます。紫芋フラペチーノあったらもう買ってみてください。あれはね、多分まあ期待してるほどっていう感じではない、期待値は上回ることはないかもしれないけど、だから買わなきゃよかったとはならないかな。あんまり期待しすぎると、あ、こんなもんかってなっちゃう。次回の新作はマジで早めに、取り付けたいと思います。ということで、しょうちゃんの秘密基地スタバ紹介のコーナーでした。また次回のしょうちゃんの秘密基地お会いしましょう。バイバイ。